バーデルスロー、またはバーダースローは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、ミュンスター行政管区のバーレンドルフ軍南東部に位置する町村である。バーデルスロー町は、バーデルスロー、リーステッテ、リースボルンの3つの村落で構成されている。バーデルスローは、南東は、リップシュタット、南西は、リッペタールと境を接している。バーデルスロー近郊の都市には、 リップシュタットの他に、西のベックム、北東のレーダビーデンブルク、南西のゾーストがある。この町の南東の町境は、リッペ川が、東の町境はその支流のグレネ川が形成している。この町を流れる主要な川は、リーゼ川であるが、ディーステッテ地区では、リーゼバッファ川及びミューレンバッフハ川、バーデルスロー地区では、ロットバッフハ川、リースボルン地区では、リーゼ川と呼ばれ、 グレネ川に注ぐ。リーゼバッハ川の支流には、マイバッハ川、エンクハウスグラーベン川、ボクセルバッハ川、ハルスタービルケ川、ビースターバッハ川、リッセルバッハ川がある。この他にバーゲーバッハ川、クライバッハ川、ラントグラーベン川がこの町を流れている。ここに名前を挙げた川はいずれもライン水系に属している。北の町境をフォルトバッハ川が形成しているが、 この川はエムス水系に属す。バーデルスローは1187年に初めて文献に記録された。農場のある教会村としてのバーデルスローはこれよりもかなり古い。バーデルスローの農場や教会はザクセン朝の後期にまで遡るとみなされている。ミュンスターラントは中世のかなり遅くまで数多くの小さな集落が点在する森林地域であった。 通常いくつかの農場が互いに目視できる距離にあった。多くの場合、その種農場が集落の名前となった。屋敷と農地との間にあった森に、この地域でよく見られる地名のゴビロあるいはロウを、後につけて、バーデルスローとも呼ばれた。ボゾとバルドという名前の人物が、貴族の女子修道院、後のリースボルン修道院の創設者とされている。彼らは、 シュトロムベルクの向かい側に主農場を所有しており、この農場がバルデスローという名称であったと言われている。これからオンイン推移したウォーデスローという名称は、教会の設立においても重要な役割を担っていた。この教会村は、古くはウォースロー、ウェイダースロー、ウォーデスローと表記されている。バーデルスローは初めから教会村であり、教会を中心に、 ここから農場へと放射状に道路が伸びていた。住民は職人や商人であったが、通常は小規模な農業も営み、農業で暮らしていた。11世紀から12世紀にゆっくりと温暖になり、収穫量が増して、住民の暮らしは良くなっていった。農業技術上の発明もこれを後押しした。ディップシュタットなどの都市が建設され、境界村は成長していった。 12世紀末に、ミュンスター司教区の統治に、新たな制度がもたらされた。司教のヘルマン2世位、フォン・カッツェネルン暴言は、教会組織の改革を行った。これによりバーデルスローは、ミュンスターイマルティニ教会の、聖堂主席主催官活化の女祭長座教会となった。この頃に、石像教会の建設も行われた。中世の温暖期の後、14世紀に、 小さな寒冷期が訪れた。収穫は悪化し、ペストが住民の命を奪い、その後何世紀も繰り返し街や村を襲った。多くの農場が衰退し、貧困と飢餓が蔓延した。フェーデと戦争がその合間に起こった。両方の境界に位置するバーデルスローは、軍隊の行軍で大きな不利益を被り、略奪や放火の脅迫を受けた。19世紀の初めには、 ミュンスターラントの大部分が旧品員と化していた。こうした状況は工業化と都市部人口密集地域の成立によって改善された。1898年に鉄道が建設されたことでベックムイやリップシュタットに職場が創設された。しかしバーデルスローは1945年まで農業主体の村の一つであった。1898年4月1日に ベンテラー村がバーデルスローから独立し、新設された。現在のバーデルスロー町は、1975年1月1日に、それまで独立した町村であった、バーデルスロー、リースボルーン、リーステッテから成立した。これらの町村はそれまで1975年に、廃止されたアムとバーデルスローに属していた。バーデルスローの町議会は、 32議席で構成されている。リースボルン修道院クラスセンシュタイン城この町には、保護文化財に指定されている、バーデルスロー聖マルガレータ教会、リースボルンのリースボルン修道院、リーステッテの水木クラスセンシュタイン城がある。バーデルスローの世界的に有名な製品が赤い、グロリア消火器である。バーデルスローに本社を構えるグロリア GMBH は、 ヨーロッパ最大の消火器メーカーである。また、諸子システムを製造しているパッシェンカンパニー社、ゲッテベートンリー、ラウケッター圧力ガス社も、国境を越えて知られている。ベスタークゲタリット AG は、レーダービーデンブリュックに本社を置いているがバーデルスローに、最大の分工場を有している。バーダースローには固有のラジオ放送局があった。ラジオバーデルスローは、 インターネットで配信され、バーデルスローの若者によって構成されていた。このプロジェクトは2010年3月から開始され、2015年6月に終了した。プログラムは他のラジオ放送局とは異なり24時間のフルプログラムではなく、決まった時刻だけ自前の放送スタジオからライブ配信されていた。ライブ放送でない場合は、バンドによる音楽演奏が行われた。 ありがとうございます。